なわけください。ディオファンのような高血圧治療薬は急に服用を中止すると血圧のコントロールができなくなる恐れもあるので、今後の服用に関しては自己判断せず主治医や薬剤師とよく相談することが大切だ。問題の臨床試験の報告論文なんですが、当初イギリスの一流医学雑誌などに掲載されまして、その実績でそのディオファンの販売促進に大きく貢献することになったわけなんですが、ここに来てそのデータが改ざんされたという問題が浮上しました。これはこの論文の問題のみ、これはそこまで日本の論文自体が信用できないような、こんな風に思われかねないことがあります。研究機関である大学と製薬会社の産学連携が国際的な信用を取り戻す上でも、今回の問題に関与している各大学、それからノバルティスパーマが、責任をなすり合いをしている場合ではなくですね、実態解明にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。それではその他の主なニュースの項目です。パナソニックが今年の4月から6月期の連結決算で純利益が過去最高の1078億円になったと発表。一方 NEC は県内端末事業の営業赤字が90億円程度に上るとし、スマートフォン事業から撤退を発表しました。一部の製品を使用し肌がまだらに白くなる症状が確認された問題。